おとぎ百物語より、シユバンという化け物、松木主前作、月岡丹下が、1776年種の本は、日本の妖怪。一般的には種のン、首のンなどと書かれ、いずれも種のンと読み、本来の名称は種のンである。諸国百物語では、首の番、老王様では、種のンと記されている。恐ろしい顔を見せて人を驚かせる妖怪で、 この妖怪に会うと魂を抜かれるとされる。老王様に、主の番が登場する話が2はある。諸国百物語では、首の番という表記で、その2と同じ話がある。越後から江戸に向かって旅する2人の男がいた。途中、荒れので道に迷って、日が暮れたが、一軒のあばら屋があり、老婆が一人いた。人よの宿を買うと老婆は心よく招き入れ、一人の、 男はすぐに熟睡してしまった。もう一人の男が見ていると、老婆の舌が五尺も伸び、眠っている男の頭を舐め回す。君悪く思うと、外から、下長ばあ、なぜ早くやらないかという声がする。誰だと老婆が問うと、主の番坊だ、手伝おうかと言って入ってきた。見ると六尺もある赤い顔をした坊主である。男が、とっさに道中さを抜いて切りつけると、 シュノバンは消えうせたが、下長バーも眠っている男を抱えて、外に飛び出したと見るや、家も消えて、旅人は一人あれのに取り残された。火が昇って、周囲を見ると、遠くの草むらで連れ去られた男が、全身の肉をすっかり舐め取られて白骨になっていた。合図の諏訪の宮に、シュノバンという化け物が出るとの話を聞き、山田角之進という若侍がその正体を、 見届けようという中に出かけた。すると、別の若い侍に出会ったので、よも山話のついでに、ここには主の番というものが出るそうであるが、肥伝はご存知かと問うと、相手の侍が、それは、このようなものでござるかと言って見せた顔は、万面詩を流したように、赤く、髪は、針のようで、額には一本の角、目は、星のように輝き、口は、耳まで裂け、 牙を噛み鳴らす音は雷鳴の轟くようであった。格の心はあまりの恐ろしさに気を失った。しばらくして息を吹き返し夜道を急ぐと一軒の家があり、女房が一人で留守番をしていた。用よ,うよう安堵して戦国化け物に出会った云々の話をすると女房は、それは大変な目に遭われました。してその化け物はこんな顔でありましたかと言って、 またさっきの化け物の顔になった。格の心は家を飛び出し、やっと自宅に逃げ戻ったが、百日寝込んだ末に亡くなったという。その二の方は、のっぺら棒などのように、各地に伝わる、再度の回に当てはまる方である。老王様をはじめとして、種の番あるいは主晩、種番という名称が一般的である。また、細川有才による、源氏物語への,宙の中の中に、 シュノバンとイフエ物語ありとの記述があり、原本が散逸してしまい内容は不明ながら古い、絵巻物作品に、シュノバンという名のものがあったらしいことが確認できる。1762年の浮世葬式団集、千里慎吾収録の、三の巻、第一茶湾人の化け物には、南部幸福寺に、いろいろの化け物ありとして、奈良県の幸福寺の伝承とされる7種類の妖怪の、 名の中に、オートリーの主盆とあり、主の盆の伝承が、奈良の幸福寺にあった可能性が示唆されている。オートリーとは、幸福寺の鎮守である、春日大社の一の鳥居のことである。主の盆という呼び方は主に昭和以に見ることができる。これは、主の盆を題材とした、水木げるの作品、ゲゲゲの鬼太郎の登場妖怪として使用された、名称が用いられているものであり。 水木の著作において、シュノボンという表記が取られている。シュノボンという表記は、シュノボンという故障が先行して、漢字が当てられたものと考えられる。境港市、水木しげるロードに設置された、シュノボンのブロンズ像、か、ものづくしへより、シュノバン泉強花による、戯曲、天使物語は、城に宿る亀姫などをはじめ、 老王沢に収録された説話から劇中に登場する妖怪たちの題材の着想を得ており、種の番を素材とした種の番号、下長バーが登場する。種の番号は頭に、歳のような一本の角を生やした、十文字が腹に住む妖怪と劇中では設定されている。種の盆という故障で知られる妖怪の姿は、水木しげるのデザインによるものである。これは、 妖怪画として描かれたものであり、水木による妖怪図鑑などに収録されている。アニメ版のゲゲゲの鬼太郎において、ぬらりひょんの手下として、純レギュラー登場するようになってからよく知られるようになった。水木による種の盆の頭に角を持つ点などのデザインは、老王沢に登場する種の番の文字表現を下敷きにしていると考えられる。古典では、 諸国百物語などを転居とした1776年の起病子おとぎ百物語の中間十丁浦しゆばんという化け物で妖怪が侍を驚かす挿絵が描かれているこの転居は諸国百物語の巻の一十九海津,津波の九州版という化け物のことだが童話には挿絵がないことから江戸時代において 種の盆を図像化した希少な例と考えられている。平成23年、兵庫県立歴史博物館学芸員、香川正信が入手した妖怪画、か、ものづくし絵の中に、種の番と記された一つ目で赤い顔の火に包まれた妖怪の絵が発見され、江戸時代における、種の番の絵画例の一つではないかと見られている。か、ものづくし絵の制作年代は明らかではないが、 江戸時代中期頃には、半本などでも、種の番の話が掲載されていたことなどと合わせて、考えれば、これに類した妖怪を題材としたものであろうと考えられるが、他に描かれている妖怪たちは、題材が不明なものが多く、か、ものづくしへの画家による独創による、絵画家なのか、別に、手本となる絵画が存在したかはわからない。ありがとうございます。